流歳肝心正積が、強化百物語より、お崎狐。はかりを持つ、男の懐や右袖の下から、お先が顔を覗かせている。お先は、日本に伝わる狐の付き物。お先狐とも言う。関東地方の一部の山村で行われる俗信であり、埼玉県、東京都奥多摩地方、群馬県、栃木県、茨城県、長野県などの地方に伝わっている。 玉を除く東京には伝承が見られないが、これはお先が戸田川を渡れないため、または関東八州の狐の親分である王子稲荷神社があるためにお先が江戸に入ることができないためという。元な須ので滅んだ九尾の狐の金毛が飛んで霊となったものであり、九尾の狐が摂生石に化けた後、源王神将がたたりを沈めるために摂生石を割った際、 その破片の一つが、上の国に飛来し、お先になったとの伝説もある。名称については、キ尾ビの狐の尾から生まれたために、お先だと言い,い、極定バーキンラによる、紀断集、うさぎ園小説によれば、尾が二股に裂けているために、お列だとあり、神の眷属を意味する、三崎が語源との説もある。お先の外観は、土地や文献によって、全く違った特徴が語られている。 極低馬近所。極低雑記では、狐より小さいイタチに似た獣ものだとあり、群馬県神楽郡南木村付近では、イタチとネズミ、または、フクロウとネズミの雑種のようなもの、ハツ日ネズミよりやや大きいものなどといい、色はブチ色、大々色、茶と灰の混合色などと、様々に言われ、頭から、尾まで黒い一本線がある、尾が裂けているともいい、道群下仁田町では、耳が、 人間の耳に似て、鼻の先端だけが白い、四角い口をしているなど、様々な説がある。身のこなしが早いために、寝室気没で、常に群れをなすという。お酒を持つ家をお先持ち、お先や、お先遣いなどという。常には姿を見せず、金銀、米国その他なんであれ心のままに他に持ち運ぶという。お先持ちを、世間は避け、縁組することはなく。 お先持ち同士で縁組みするという。お先の家から嫁を迎え入れた家もお先持ちになると言われたためであり、婚姻関係で社会的緊張の生まれる原因の一つとなることが多かった。江戸時代の梅置きな随筆によれば、家筋についたお先はどんな手段を用いても家から話すことができないとある。家ではなく、個人につく場合もあり、疲れたものは、狐ねつき同様。 発熱、異常な興奮状態、精神異常、退職、気候といった症状が現れる。また、群馬県田野郡上野村ではお小序を山尾崎と呼び、よく人の後をついて走るものだが、いじめるとたたりがあるという。同じく、群馬県の別の村では、お先は山尾崎と里尾崎に大別され、山尾崎は人にはつかないが、里尾崎の方は人につくという。 ありがとうございます。